こんばんは、春風旅行者の佐藤でございます。今回はですね、シンガポールビジネストラック、今回その第3弾ですね。今回はですね、こういう内容でご案内してみたいと思います。今回はですね、シンガポールビジネストラックのシンガポールでのお手続きに関して、もともとシンガポールの方からの手続きからスタートする、プログラムなんですけれども、そのお手続きと、そしてですね、下はシンガポールビジネストラックではないんですけれども、シンガポール航空が A380 レストランというのをやりますよというニュースがありますので、これを皆様と共有してみたいと思います。それでは参ります。まずですね、このシンガポールビジネストラックというのはですね、特別な手続きをすることで、シンガポールでも行ってもですね、それから日本に帰ってきてからも、14日間の隔離中であったとしても、行動範囲を限定した形で、ビジネスができますよっていうプログラムなんですね。ただ実際はですね、この日本に帰ってからの14日間というの行動範囲を制限したビジネス活動というのはほとんど不可能に近いですね。なんといってもですね、ご自宅から、その隔離中の14日間のですね、会社までは公共交通機関使ってはいけないっていうんですから、もうかなりそこで制限されてしまいます。でですね、その後ちょっと私これ前の動画でもご案内したんですけど、外務省に電話して聞いたんですね。公共の場所に行ってはいけないっていうふうにルールになっているので、じゃあ同僚とランチに行くのはどうなんですかって、ダメですって言われてしまったんですね。ちょっと待ってください。帰りに、行きとか帰りにコンビニのお弁当買って行ったりですね、帰りにスーパーで牛乳買って、それもダメですって言われたんで、じゃあご飯どうしたらいいんですかって聞いたんですよ。そしたらですね、自分でお弁当作って持っていくか、もしくは会社で出前取ってくださいと。でしかもその出前も直接その出前の人から受け取るのではなくて、いわゆる置き配のような形で、いわゆるソーシャルディスタンスをちゃんと取れるような形でやってくださいっていうことだったんですよね。もうありえない話ですよね。ただ事実上これ無理だと思うんですよ。で、そういうことなんですけれども、ちょっと話しとれましたけれども、もともとのスタートはシンガポールでのお手続きですので、それに関しましてご案内してみたいと思います。まずですね、この出発前ですね、まずシンガポールの企業とかですね、もしくは支店、パートナー企業支店、それから政府機関でもいいんですけれども、そういうところがですね、ここの URL のフォームにその申請をするんですね。そこから始まるんですね。そして申請をしますと、OK だったらこの OK の連絡が来るわけですね。これはメールで来るんですね。でこのメールが来た時にですね、そこから次の手続きというのがあるんですけれども、出発の72時間前、つまり出発というのは日本からのビジネスで行かれるご出張者様が、その出発の72時間前までにですね、までにこの14日間の行動計画、これシンガポールに着いてからの14日間の行動計画です。15日以降はフリーになりますので、どうぞお好きなところへなんです。でも14日間はもうちゃんと決められたところしかダメですよっていうのがあるんですね。そして、今度 PCR 検査の陰性証明、これは何かというとですね、日本から行くご出張者様が日本で PCR 検査を受けて陰性証明を取って、それをシンガポールに送るんですね。でその証明書をこちらサイドで、この同じ URL なんですけれども、そこに提出する、多分 PDF でアップロードするような形になるんだろうと思うんですけども、こういう手続きが必要になりますよっていうことなんですね。でこれに関してですね、シンガポールのこの手続きに関しての日本側の手続きを簡単にご案内します。日本側の手続きいっぱいありますけども、シンガポール絡みだけです。ここでご案内するのは、ご出張者様、もしくはその会社の方でもいいんですけれども、 SG アライバルカードというですね、これもシンガポールの政府機関のウェブサイトなんですけども、そこにですね、健康状態ですとか、あと渡航歴とかをこう記入して、エンターポンとするわけですね。でそれが一つと、そしてですね、これはルールなんですけれども、出発の14日間以内は連続して日本に滞在してないといけないということがあるんですね。つまり例えば10日前にアメリカから帰ってきて、でそこからまたすぐシンガポールに行っていうのは、これダメですよということなんですね。それから先ほどの PCR 検査の陰性証明が必要ですと、これを取って、そしてシンガポールに送ると、で向こう側で、それを提出するという手続きになるわけですね。でこのシンガポールでの手続きというのは、今簡単にちょっとご説明したんですけども、もう本当にもっと手数が多くて手続きが大変なんですよ。でこれに関しましては、基本的にはシンガポールの方が、シンガポールサイトで行うものなので、それほど日本サイトでの手続きがあるわけではないんですけれども、日本のご出張者様、もしくは日本の会社様も知っておかれた方がいいかなと思う
ていたんですね。そしたらですね、シンガポール政府観光局、ついに本気を出したという感じなんですけれども、そのですね翻訳文をですね、参考のものなんですけども、発表したんですね。で、英文によるものが正文なので、あくまでも参考ということなんですけれども、それを発表しました。で、この日本語による参考の文がですね、PDF が3枚とか3種類あるんですね。これはですね、もともとそのビジネストラックの概要に関してのものと、それから手続きに関してのものと、それからQ&A ですね。これ3つあります。で、これはですね、私どものホームページにですね、シンガポールビジネストラック資料ページという新しいページ作りました。で、そこにPDF をですね全部載せておりますので、ご覧いただければと思いますけれども、ただですね、その資料ページがあまりにも長いので、 URL があまりにも長いので、とりあえずトップページにお越しいただければ、トップページの上の方にですね、シンガポールビジネストラック資料ページのリンクが貼っておりますので、そこから入っていただければいろんな資料をご覧いただけると思います。でですね、その資料をご覧いただくときによく出てくる言葉というのがここですね、RGL、 これですね、何かというとですね、この略語なんですけども、 R はレシプロカル、これ相互という意味ですね、双方向とかいう意味です。で、GL というのはですね、グリーンレーンですね、つまりその双方向に安全な渡航といいますか、航行といいますか、緑のレーン、安全レーンということですね、そういうふうな意味合いの言葉になっているんですね。で、シンガポールではですね、ジャパンビジネストラックとは言ってないんです。で、全部 RGL なんですね。で、なぜ RGL なのかというとですね、シンガポールは日本だけではなくて、いろんな国とこういうプログラムを持っているんですね。そのために、多国籍、いろんな国とこうやっているので、それを総称でもう RGLというふうにまとめているわけなんですね。ですので、文章中ですね、RGL って言葉がいっぱい出てきますけれど、こういうことですね。要するにこのシンガポールビジネストラックのことだというふうにお考えになってください。で、私どものページに貼ってありますので、どうぞトップページからお越しいただいてご確認いただければと思います。ダウンロードももちろんできます。でですね、シンガポールビジネストラックに反してのお話はここまでなんですけども、この次がですね、シンガポール航空ですね、A380 レストランへようこそ。ということでですね、これ何があったかというとですね、今シンガポール航空もですね、ちょっと損失が巨額になってはおりますけれども、運航はしているんですけども、便数も少ないですし、フライトの数も少ないんですね。多くの飛行機がシンガポールのチャンギ空港に、駐機されたまま、これのグラウンドしてるっていうんですけれども、そのグラウンドしている航空機、この380を使ってですね、中をレストランにして、皆様に開放するっていう、こういうプログラムなんですね。でですね、この開放する日がですね、10月の24日そして25日の両日ランチタイムなんですね。で、これ予約が必要で、予約は10月の12日から受付開始というふうになっております。で、これに関しましてはですね、シンガポール航空の英文の方のページなんですけども、詳細ページがありますので、それを URL に貼っておきますので、それをご覧になってみてください。でですね、4つのクラスがあるんですね。スイートというのはファーストクラスですね。それからビジネス、プレエコというのはプレミアムエコノミー、そしてエコノミークラスとありまして、それぞれに応じてお食事の内容が当然違うので、その金額も違うわけですね。この600ドルのドルというのはですね、シンガポールドルです。で、シンガポールドルというのはですね、今の段階でですね、市中での街中でのこう換算レートが大体1シンガポールドル83円ぐらいですかね、そのぐらいでちょっと計算してみていただければそんな感じになります。で、これはですね、ランチタイムの、このランチだけということではもちろんないわけですね。わざわざチャンギ空港まで行って飛行機に乗るわけですから飛びませんけどね、当然ですね、そのレストランツアー、要するに機内ツアーですね、それもありますし、お食事中はですね、その映画とか音楽とか、そういうエンターテインメントもご利用いただけます。そしてですね、お帰りにはささやかですがお土産もご用意しておりますというふうなプログラムになっているんですね。で、10月12日からの予約ですので、ご興味のある方はですね、ちょっと見ていただければと思います。日本からは今先ほどのビジネストラック以外での入国は禁止なので入れないんですけれども、例えばこのシンガポールのお友達がいらっしゃってですね、その方がですね、在住の日本人の方でもですね、これに予約
約を取っていかれれば、この機内での、お食事ですね、ランチをお楽しみいただけるというそういうプログラムなんですね。でですね、なぜシンガポールこういうことをやってるかというとですね、8月なんですけどね、全日空が遊覧飛行をやったのを皆さんも覚えてらっしゃいますでしょうかね。成田からこうぐるっと90分ぐらい行って成田に戻ってくるっていうあの遊覧飛行をですね、シンガポール航空もやろうかなと思ってたらしいんです。でところがですね、そのいわゆるその商業航空機としての、要するに向こうに飛んでこっちに帰ってくるというのが基本の航空会社で、遊覧飛行というのは不要な運航ですよね。でその不要な運航のために環境に悪い、つまり排ガスを出していいのかという問題になったらしいんです。でその結果ですね、じゃあそれやめましょうということになってですね、このレストランのプログラムを、今発表しているっていうことなんですね。今回はですね、シンガポールビジネストラック第3弾ということで、シンガポールでのお手続きと、それからついに観光局が本気になって、現地のその英文のものをですね、日本語に翻訳したものをこう出してきた、非常にこう分かりやすくなっているということとですね、シンガポール航空がですね、遊覧飛行をちょっと断念したんだけれども、その機内をですね、レストランとして今一般の方にオープンして、予約が必要ですけれども、いろんなクラスに応じていろんなお食事もアルコールもですね、確か2杯までは飲めるんですかね、ノンアルコールは飲み放題だというふうに確か書いてあったと思います。そのあたりもですね、ご興味のある方は確認してみていただければよろしいかなというふうに思います。それではチャンネル登録をお願いいたします。ありがとうございました。